遠くで時を刻む錆びえるの鐘が響く今朝家を出るあなたの姿行ってくるといつものように悲しみも感じないほどあまりに突然過ぎてせめて一言少しでいいから声を聞かせて欲しい。どうしようもない時に凍りつく言葉にはできないほど突き刺さる胸の痛み、もう少しまだ早いよ、定めかな父さん。まだ幼い頃にあなたに手を引かれ感じたぬくもり、守られてることに甘えてたあの頃、この頃街で多くの心疲れた人が寄り添うこともできなかったのかな、自らピリオドを打って、空を見上げ語りかけて、人はみんな一人きりだと誰かに言った、それは違うよ、いつもそばに家族がいる、穏やかな愛に包まれて遠くから見守っていて、まだ少し頼りないけど大丈夫